コールオブデューティシリーズコールオブデューティさん、コールオブデューティさんは第二次世界大戦を主題とした FPSCOD シリーズの第3作目。すでに海外版、日本語版ともに Xbox 360版では Xbox Live のマーケットプレイスにて追加マップなどの追加データが配信されている。 販売元は前作までと同じアクティビジョンであるが、開発元がインフィニティワードからトレイアークとなった。日本は PS3 と XBOX360 とのリリースを参照することができた。日本未発売だが PS2 版と XBOX 版もある。プレイヤーはアメリカの第90不評師団、イギリスの SAS、カナダのコーチ連帯兵、ポーランドの第1機構師団、 フランスのレジスタンスたちの中の一人として仲間たちと共にドイツ軍と戦う。COD シリーズの音楽は全編フルオーケストラによる迫力のあるサウンドが特徴で本作もその例外ではない。本作 COD3 ではジョエル・ゴールド・スミスが作曲を担当し楽曲の収録はスロバキアの首都ブラチスラバで行われた。ロケの様子それらは サウンドトラックとしてリリースされているが、他シリーズの類に漏れず、日本では発売されていない。国外ではウォルマートで入手できる。しかしながら、ジョエル・ゴールド・スミスの公式サイトでは、全20曲中メインタイトルとナイトドロップ、そして、オーバー・ザ・ウォールとザ・アイランド計4曲が視聴できる。視聴ページまた、ゲーム内の銃器の作動音や、発砲音、さらには、対空砲の発射音や、 戦車の走行音まで当時の現物が用意され、実行にて録音、サンプリングされた。ステージは有名な戦場が登場。プレイヤーはアメリカ軍、イギリス軍、カナダ軍、ポーランド軍の一兵となって d d からパリ解放までの激戦を戦い抜く。アメリカ軍、イギリス軍、カナダ軍、ポーランド軍、フランスウィート、ウィースポーツ。そして日本未発売のウィーバン。 COD3 このシリーズは典型的なマルチプラットフォーム展開が行われているシリーズである。しかし、主な供給先である家庭用ゲーム機が各社全く違う方向に進化してしまったために、今回の COD3 も各ハードごとの差別化が図られている。Xbox 360版のみオフラインで2から4人で対戦が可能。 PS3 版では6軸検知コントローラー使用可能。PS3 の本体が特殊な仕様により最適化がうまくなされておらず、フレームレートが不安定である。さらに PS3 版はコントローラーの振動やオンラインプレイにおけるボイスチャットに対応していない。Wii 版は画質こそ Xbox 360版や PS3 版に譲るものの Wii リモコンを 最大限に使った直感的で新鮮なゲームプレイを楽しむことができる。ただし、w i i 版は日本では当初2007年春発売予定だったが、発売中止となった。すべてのモードがリスポーン制であり、何度も復活が可能である。M1 ガーランドブローニング M1918、自動小銃 m 1トンプソンカル98、KSTG44MP40。 ありがとうございます。